2024年、令和6年、1月20日土曜日。昨日、自分らの地域の、広島の地域なんですけど、泳がせ釣りするための餌をね、取る、この城を取ってるんですけど、で自分らはジグの後ろにボラバリをつけて、この城を取り寄ったんですけど、昨日知り合いから、引っ掛けで取り寄って、船が保安庁に検挙されたよって全員って言われたんで、ほんまかやのって、今まで一回もそんなこと言われてもないのに急遽そんなん言ってくるって、なんかが揉めたか誰かがなんか切れたかだと思ったんで、ちょっと保安庁に電話して聞いてみましたんで、それをちょっと聞いてみてください。あ、もしもし。はい。あ、すいません、昨日ですね、はい、廿日市大橋の下で、はい、この城の引っ掛け釣りをしてた船が、保安庁の方で、ちょっと厳重注意を受けたっていう話をお伺いしまして、はいはい、その件について詳細を教えていただきたいんです。どちら様でしょうか？明日、プレジャーボートを、はい、に乗って普段釣りしてるものなんですけど、明日、自分たちも釣りに行こうと思ってた矢先にその話が入ってきたので、それが、県の水産課のホームページとかも確認したんですけど、引っ掛け釣り自体を禁止にしてるルールっていうのを見つけられなくて、ホームページの中で、一般の人ができる漁業法みたいな、はい、のがあると思うんですけど、その中に釣りって、釣り、じゃない、竿釣りおよび手釣り、あ、ありました、ありますよね。で、竿釣りっていうのが、はい、魚に対して、魚が、針を加えるようなものですね、はい、餌つけたりとか、で針を加えるのが釣りであって、はい、引っ掛け釣りは加えるんじゃなくて、体のど魚のどこにでも引っ掛けて釣るっていうものに該当するんで、竿釣りには該当しないっていうのが県水産課の見解なんです。それ、例えば、ジグにトレブルフックをつけますよね。あ、すみません、ちょっと詳しくわからないんですけど、なんて言うんだろう、ルアー、鉛のルアーがあって、で、その先に針をつける、三つ、三股に分かれてる針をつけて、で、それで、引っかかってくるような状態でも、やっぱり口に魚が加えてないからダメっていうことになるんですかね。ちょっとその詳しいところは県の水産課に確認しないとわからないですね。ちょっと私の方からは回答できないですね。なるほど。はい、ちなみに、この城を引っかけるっていう、やり方での釣りっていうのは多分過去今までずっとあったんですけど、そこに対して保安庁の方から指導が入ったっていう記憶がないんですけど、なんで今になってっていうところがあるんですが、これっていうのが なんで今になってっていうのは分かるんですけど、逆に前から禁止はされてたんですよ。あ、そうなんですね。はい、もう急に禁止になったとかいうわけではなくてですね、巻き釣りみたいなのと一緒で、ほんとダメだったっていうところはあるんです。おかっぱりからそれを引っ掛け釣りするのはありなんですか？おかからですか？はい。あ、おかからもダメですね。あ、おかもダメなんですね。はい。ってことは、その廿日市大橋がエリア的にまずかったのかなと思ったんですけど、ではなくて、もう広島県全域ダメみたいです。なるほど。 HS を持ってる船はどうなります？はい、これ HS については大丈夫なはずですね。これ遊漁船に限ってのことなので。ああ、はい。じゃあ遊漁船もダメなんですか？そうですね、遊漁船であっても、その乗ってる方は、一般の方ですので、漁業ではないので。ああ、なるほど。はい。わかりました。じゃあもう、その一般だったら、おっかからもう船に乗ってったとしても、引っ掛けて魚を取ること自体が、はい、広島湾だったらダメってことですよね。そうですね、はい。なるほど、わかりました、はい。じゃあ、そういうことで大丈夫です。あ、すいません。詳しくは、県の水産課にまた、月曜日でも聞いてもらったらと思いますので。そうですね、わかりました。はい、はい、ありがとう。私らもわからんことあったら、水産課の方に毎回確認
リングはしておりますんで、さっき言われとったあのルアーの後ろにとかいうのですね、あ、はい、というところとかもちょっと確認は取っておこうと思いますので。そうです。ちなみにその、はい、あの保安庁さんがその引っ掛け釣りがダメよっていうので回られたのって昨日が初めてです。私の記憶しとる分では昨日が初めてですね。ああ、そうなんですね、はい、でそのなんでダメなんかっていうのを多分プレジャーの人が聞いてきたと思うんですけど、それもその都度こうよっていうのを説明して昨日回られたってことですよね。そうですね、ちょっと、はあはあ、昨日は対応してないんで、分からないですけど、まあ、当然あのなんでダメなのっていうところは聞かれると思うんで、ここにこういうふうに決まってますというふうな回答はしてるはずなんですが。なるほど、分かりました、はい、ありがとうございます。これどこから聞かれてあれなんですかね。あ、そうです、昨日知り合いから、まあ、あのプレジャー同士で昨日どうだったよ、そうで釣れた釣れんとか、そういう話の中で、保安庁さん回られていっぱいあの、まあ、厳重注意受けて次からは罰金よみたいなこと言われたって言われ昨日聞いて、でその引っ掛け一応釣りするときはルール違反にならないように水産課のホームページチェックしてみるけど、引っ掛け釣りがダメっていうのがわからんくって、ちょっと聞いとこうかなっていう感じで。はい。今。私もちょっとさっきホームページではなくて、インターネットで見てて、はい。千葉島県の分ではないんですけど、まあ他のところも、あの、引っ掛け釣りっていうのが禁止されてるとかいうところは何箇所かあるみたいな。ありましたよね、はい。はい、同じように、広島でももともと禁止されてたんだと思います。ただ、ホームページに書いてあるのが、竿釣りは OK ですよっていうところだけで、あ、具体的にこの釣り方はダメっていうふうに書いてなかったっていうのがちょっと伝わりにくかったのかなとは思うんですけど。なるほど、あそこは、はい、さあ、なるほど、口に破腹を加えんとダメよっていうことですよ。そうですね、ちょっとその辺も、今度県の水産課にホームページについてももっと詳しく書いた方がいいんじゃないですかって言っておこうと思いますので。あ、そうですね。これちなみにその、はい、なんて言うんだろう、まあただの予想なんですけど、この、はい、この城引っ掛け釣りするときって、毎年毎年、おかっぱりと船が結構、お祭りスタジアムなんじゃで、トラブルになってるから一斉に今のタイミングで引っ掛け釣りを禁止にして、そこのトラブルを回避しようとされたんかなっていうのを推測したけど、そうじゃないんですね。はい。ああ、なるほど。わかりました。はい。ちょっと、私らの方も、県の水産課に情報を取ったりとかですね、皆さんに伝わりやすい方法っていうのを考えようかなとは思いますので。わかりました。これ毎日ちなみに保安庁さん回られるんです？はい、毎日、ま、毎日、廿日市港とかそのこの城がおるエリアを毎回毎回回る、この城がおるエリアとかいうわけではないんですけど、はあはあ、今日毎日行動の船はいますんで、あ、船がその日にどういった動きっていうのはちょっと、あ、まあまあ、そうですよね。ええー、わかりました。ありがとうございます。はい、すみません。はい。また気をつけて釣りされてください。はい、ありがとうございました。はい、はい、失礼いたします。で、結局、今回は、まあ、水産庁の方にもう一回連絡するんですけど、またそれは、今回のあれ、答えは、漁業権を持ってる組合の人だったら OK。まあ、それも水産庁にちょっと聞くけどね、もう一回。で、プレジャーボートはダメ。遊漁船もダメ。おかっぱりもダメ。だけ、もうおかっぱりも、あそこでやってる人もダメです。で、引っ掛けたらダメです。口にかかるように、餌で釣ったりとかせえっていうことを多分言っとったんで、もう引っ掛けてもう、こうやってやるのがすぐわかるんで、怒られてももうしょうがないです、それは。で、罰金らしいんでね。で、プレジャーもダメ。だけ、もう、残されてる道は、漁業権を取るか、生き餌を買うか、自分で餌をつけて釣ってそれを泳がせるか、あと自分らはジグにトレブルフックつけて返しを潰して、トレブルフックをつけて引っ掛け釣りの針じゃない分で引っ掛けよったんですけど、それをもうダメなんかっていうのを水産庁にちょっと聞いてみようと思いますんで、で結局保安庁の見解は、口を使わずに針に引っかかったのはダメで、口を使って針にくっつけてるのは OK っていう。でも、ね、ライトジギングを早巻きして、それにバーってくってくるのはわかるんだけど、
それ言い方次第では、たとえそれがトレブルフックで引っかかっても、それを狙ってこの城が食ってきたんじゃけ、おかしいじゃろうって。それは口を使ってたまたまその体に引っかかったんよって言い張れば、暗黙のルールじゃないけど、OK になるんかっていうのも怪しいし、魚の気持ちは魚にしかわからんし、保安庁が決めることでもないと思うし、水産庁が決めることでもないと思う。トレブルフックがダメ。じゃあ引っ掛けの針もダメ。針の大きさもだったら指定せんと分かりづらいよな。そうだけ、じゃあ釣り具屋にその針を売ったらダメってことじゃん、そもそも。ダメなんなら。で、そういうとこ全部取り締まるべきだと俺は思うし。まあ、水産課のホームページも分かりづらいけ、そこは。直すとはよったけどさ。だったらもう全部ダメじゃん、引っ掛け。ダメなんだろ、じゃけ、うん。だったらちゃんとしたルールを決めてほしいよね。トリブルフック、このサイズでトリブルフックだったら OK とか。じゃあライトジギングもダメになるじゃんって話じゃん。引っかかってるかもしれないしね、ライトジギングして。そうだね。もうそれ言い張れるじゃん。うん、いや、引っかかってるけ、引っかけ釣りだけライトジギングダメじゃねえって。じゃあ全部の釣りがダメになるってことだけ。うん、そういう中途半端なルールを検挙して注意だけで終わることじゃないと思うし。うん、昨日検挙された人も。かわいそうじゃん。うん、納得できるのは知らんしってなる。終わっただろうね。いや、口使って食ってきとんじゃけって言おうね。あ、引っかけ釣りって、こうラインがあって、こう引っ掛けの針があって、ラインがあって、引っ掛けの針があって、ラインがあって、引っ掛けの針があって、重りがついとんだけど、それだったら思いっきり引っ掛けの仕掛けってわかるけど、俺らみたいにジグつけて、後ろにつけとる針に引っ掛けようと思って投げて引っ掛けとるんだけど、それってライトジングと一緒じゃんって話じゃん、こっちからしたら。で、それもダメなんかっていう話だし、じゃあまあ、組合員の人ね、その漁業権持ってる人は OK っていうのはわかるんだけど、ブリジャーでも、じゃあその、ジグにつけてやるんだったら OK なんかっていうのも、ちょっと水産庁にちゃんとバッチリ聞こうと思いますんで。だけどまあ、月曜日かまた動画アップしようと思いますんでね。ちょっと待っとってください。とりあえず、今日土曜日で、まあこの動画を見た方、明日泳がせ行こうと思っている方は、ちょっと気をつけてくださいということで、緊急で動画を回してみました。あとはね、俺はね、政治家のね、裏金のね、キックバックのことについても一言言いたいんです。俺がちょっと今度からリーダーシップ取りますんで、国の。手こきOK。はい、もうOK。